どうもダイ助です今回は車を買ってまで車畜を続けたいかということについてお話ししていきます。まあちょっと賛否両論を生むようなタイトルだと思うんですけど誤解がないようにこの動画を通じて皆さんにお伝えしたいことだけ先に喋りたいと思うんですけど、まあ、自分の実は自分で決めようって話なんですよね。自分の中でちゃんと優先順位をつけようとあなたがその家を買うとか車を買うとかっていうのはもちろんあなたの人生だから自由にしていいんですよ。ただそれって あの自分の頭で考えて決めたこと自分の意思で決めた夢ですかと誰かに押し付けられた夢を追いかけていませんかって話なんですよねでその中でも家とか車を買うこととかって人生の中でも一番大きな出費なわけなんですよねそんな自分の人生に大きなインパクトを与えることを周りに流されて決めるのをマジでやめてってその人生がめちゃくちゃになっちゃうからっていうことをお伝えしたいわけなんですよねというのもなんかまあ、僕たちは 大人たちから幼少期から20代のうちに結婚して子供を産んで家とか車をローンで買ってそして何より公務員とか大企業の職員とかあとは銀行員とかそういう,就職そう,いうところに就職するのが一生安泰だよっていうふうに言われてきたじゃないですかけども彼らが若かっっった頃とは違ててて時代の全体変わってきてるわきるけなんですよね家とか車だって買った瞬間に価値はどんどん3割以上下がるし。 ていうかカーシェアリングだったりとかその家だってその、まあ、買っちゃったら自分がその土地に縛られるし周りがその隣人トラブルとかが起きた時に逃げられないしでローンがあったらより逃げられないしあの自分が今この仕事嫌だっていうふうにやめたいっていうふうに思ったとしても安定してローンを払うためには今の仕事をやめられないしとかその結婚して子供を産むのが当たり前みたいなふうに思われてるかもしれないけどもう。 日本の夫婦の3分の1は離婚してるし結婚が本当に幸せとは限らないっていうふうなこともデータ,データ上でも明らかになってるわけなんですよねだったりとか江戸時代とかは平均寿命は60歳とかでまあ結婚してやっぱこいつ合わないわっていうふうに思っててもせいぜい40年ぐらいの辛抱だったんですよねただ現代社会は人,人生100年時代っていうふうに言われててあの20代のうちに結婚したらあと70年ぐらい自分が好きでもないやつと一緒にいなきゃいけないんですよ。 で周りの大人たちはこういう企業に就職症みたいな風に言ってきてでその言う通りに就職してその職場でストレスを受けるのも自分なんですよね親が代わりに親がいろいろ口出ししてきてもその仕事のストレスを親が引き受けてくれるわけじゃないですよねとかどうでもいいやつを結婚して一緒に過ごすストレスそして子供を産み育てる苦労とか 大変さとかっていうのも周りの大人たちは肩代わりしてくれるわけでもその責任を取ってくれるわけではないですよ彼らは人の人生に口出ししてくる割に何にも責任取らないんですよねそんな奴らに僕たちの大事な人生預けたいですかって結婚して子供産んで家とか車をローンで買っちゃったらもう本当に逃げ場なくなっちゃうよって手が塞がってたら新しいものつかめないよって話なんですよねであの人それぞれ価値観とか違うけどそのもう仕事嫌だ辞めたい社畜辞めたい 自由な生活をしたいっていうふうに思うんだったらあなたがその車を買おうとしているのってそこまでして最優先事項なんですかって例えば経済的に自由になった後にそに長期インデックス投資の,その、まあ、収益によってちょっとずつローンをあの車のローンを払いながら例えば楽しみはもう10年後20年後取っておく経済的自由を果たした後社車畜から解放された後車を買うみたいなふうに別にあでもいいんじゃないのって なんで今買わなきゃいけないのってそこまでしてその承認欲求を満たしたいのってそ,その承認欲求は今車を買ってみんなに見せびらかす以外に満たす方法はないのって話なんですよねまあ,あの繰り返しになるんですけどその自分のお,お金の使い方とかはその人の自由だからいや自分は車が大好きだからそれぐらい使わせてくれよお前には関係ないだろうっていうふうに思うんだったら別に好きにしてくださいただその自分の行動の コスストとととかかリクもちゃんん考えましょうねね。って話なんですよ、ねまあ、家のリスクについてはさっきお話しした通りなんですけど車のリスクだって車って車体代が1,700万円とか軽自動車じゃなくて普通自動車だった場合ねでガソリン代とか保険代とかその他もろもろとかで車って生涯約4,000万円ぐらいかかるって皆さんご存知でしたで今の日本人の大卒の男性の生涯年収って2億5,000万円とか2億3,000万円とかなんですけどどう で女性は今の日本って男尊女卑が先進国の中でも特に強い国だから大卒でも1億7,000万とかだったかなでシングルマザーのパートの障害年収ってどれぐらいだと思います ?2,000 万円ぐらいなんですよね子供一人を大学に行かせるまでに大体2,000万円ぐらいかかるっていうふうに言われてるのにパートの女性が障害年収どれぐらいかって言われたら2,000万円なんですよで車買ったら大体4,000万円ぐらい障害でかかるわけなんですよね とてもじゃなないいいいけど払いきれないというか大変すぎだと思いませんこのコストを考慮してますかってその大卒の男性でさえも2億5,000万円ぐらいなんだからその5分の1ぐらいを車に払うわけなんですよそこまでして車って重要って車を買うことって重要って車,買いたか車に乗りたかったら車のサブスクリプションとかカーリースだったりとかもっと安く済む方法あるよねとか。 今後はその中国から来てる電気自動車の BYD だったりとかテスラの自動運転の車とかが日本に来てその僕たちがスマホ1台でいつでもそのピッていう風に家の前に車を呼べてで後部座席でのんびりとスマホ触ったりとか仕事しながら出勤したりとか自分の好きなところに行ったりとか,買い,物から買い物行って帰ってきたりとかでその利用料金がタクシーの10分の1とかだったらもうタクシーも車も使わないよねって話なんですよね。そそんんなな時代がもうすすぐそこまでで来てるわけなんですよ にもかかわらず環境汚染も済むのにそのガソリン車買いたいんですかって話なんですよ。で、まあ、車を運転するのが好きっていうふうに思う人たちは好きにしたらいいんですけどそもそも車を運転する時間ってあの車がそんなに興味がない好きじゃないけど田舎に住んでるから移動のためには仕方ないっていうふうに車を持っている方々に対して車を運転する時間って必要って話なんですよね。で、その車 のコストって生涯約4,000万っていうふうに言いましたけど大体いい維持費だけで車体代じゃないですよ維持費だけで毎週1万円ぐらい年間50万円ぐらいかかるんですよねで毎週1万円ぐらいかかるっていうふうになったら毎週1万円移動をタクシーで補って補う方がましっていう考え方にもなるんですよね毎週1万円分もタクシーに乗ります乗らないですよねで人によっては運動のためにとか都市部に住んでるから公共交通機関を使って歩いて 職場に行ってますって人とか、平日使わないじゃないですか。休日。友人と遊びに行ったりとか、家族でどっか遊びに行ったりとかするときに、ちょこっと車使うとか、買い物するのに車使うぐらいですよね。そ、そのためだけに、年間五十万円のコストとか。生涯四千万円のコストとか払ってるんですかって話なんですよね。で、あの、僕別の動画でも、通勤時間が長いと不幸になるし、ストレス溜まるし、あの、離婚しやすくなるし、睡眠時間減るし、太るし。 あとは自分の年収が40%増えないと割に合わないぐらい通、ま、満員電車のストレスって大きいんですよってだから通勤時間のストレスって大きいんですよって話させてもらったんですけどだから皆さんが年収400万円で毎日満員電車ていうかあの長時間通勤してるとしたらですよ本当は40%がのその年収560万円じゃないと割に合わないぐらい大きなストレスを受けているってわけなんですよね。だから長時間通勤って人生の 幸福度、人生の質を下げるから。やめてくださいねっていうふうにお話ししたんですよ。お話させてもらったんですけど。っていうことを考えたら、運転する時間が長い、イコール通勤時間が長い。イコール不幸になるってことなんですよね。そう、自分は。田舎に住んでて、片道三十分とか、片道一時間とか。車運転してるから。車必要なんだよって。言うかもしれないけど、そもそも車を運転する時間が長いということは。自分の、例えば。 片道時時間間、だったら毎日2時間車を運転すること朝の渋滞に巻き込まれることに自分の人生を使ってるわけなんですよそれって幸せなん,すかって話なんで「すよね。で、いや自分全然運転しないんだよね」っていうふうに思う人たちはその休日たまに使う時とかだってもう車持たずにタクシーとか公共交通機関とか使う方がよくねって話なんですよ別にそれでよくねって話なんですよね。 そう僕たちは車買うのが当たり前とか,なんか周りの人周りがそうしてるから自分もそうしなきゃみたいな風に自分もこうあるべきだみたいな完璧主義だっていうか自分が欲しくもないのに周りに合わせて、うん、あの自分の価値観を見失ってそして経済的に困窮して苦しい思いしてませんかって話なんですよね。でまあこれはもう価値観の話だから優先順位は自分で決めましょうって話なんですけど少なくとも僕は別にそのなんか 豪華なブランド品とか時計とか車を買いたいっていう意欲は一切ないからそれよりも早く、まあ、自分の人生の中で自由な時間と自分を成長させる行動を少しでも増やしたいわけなんですよねだからあの全然自由じゃないような社畜から早く脱出したいわけなんですよ。ってなったらたとえ自分の大好きな友人たちから旅行に誘われたとしても今は社畜から脱出できてないからあの副業とかに集中したいから断るようにしてるわけなんですよね。ももちろんん車にも全然お金かけけなないわけなんですよ でそれは僕が一刻も早く自由を手に入れたいからなんですよねで僕たちの周りでというか僕たち皆さん自身もその仕事辞めたい社畜から脱出したいというふうに言ってるのになんで経済的自由から遠のくようなことしてるのってそこまでしてあなたの,その家を買いたいとか車を買いたいっていう欲望は社畜の,あの期限社畜をしなければいけない時間が20年延びることよりも車を買うことの方が重要なんですかって。 もうあの毎日決まった時間に決まった場所に行って人に言われたことしかできないさらに加えてそのなんかパワハラだったりセクハラだったりとか、まあ、上司たちに威圧的な態度とか取られても自分は言いだくだけで従うしかない我慢するしかないそんな生活をあと何十年も伸ばすこと延長することがええ延長することにその車って釣り合ってるんですかって話なんですよね。 僕は釣り合ってないですってだけの話なんですけど皆さんはどうですかぜひ皆さん自分の胸に手を当ててもう一度考えてみてくださいと別に僕の考えが正解だとか一ミリも思ってないですよただ自分の価値観を明確にして周りに何と言われようが自分はこの生き方の方が大事なんだっていうふうに思うことがあるんだったらそっちの生き方を貫きましょうと周りの無ぞ無ぞたちは結局他の人たちの目を気にして他の人たちと同じように無味乾燥で退屈な 人生を選んで死んんだよように生きていくわけけなんですよねけど僕たちはそんななな生き方したくいいわけじゃないですか自分の生活を変えたいというふうに思ってるから僕の動画をここまで聞いていただいてるんですよねだったら他の人とあの凡人が他の人と同じ生き方してたら他の人と同じ結果しか手に入るはずがないじゃないですか僕たちが天才だったら他の人と同じ労力でもっとすごい成果出してるかもしれないけど僕たちが今現在困っているんだったら 何も救われてないんだったらそれすなわち自分には特別な能力がないっていうことを僕たちはもう知っているということじゃないですかだったら自分たちは凡人だけど他の人たちと違う景色を見たいんだったら他の人たちと違うことをしないと努力しない凡人が報われるわけないじゃないかって話なんですよねだからこそ車を買うことって重要なのっていうところに今回フォーカスを当てて紹介させてもらいましたけど今回の動画で言いたいことっていうのは その自分で優先順位を決めよう自分で人生の価値観を決めようということをお伝えしたかったです。ということで今回は以上バイバイ。